マイスター新井です。今日はゴルフエポート杉並店にお邪魔しています。今日隣にいるのはエポート杉並店のスタッフ、もうフル株の重鎮、山口さんですね。おはようございます。おはようございます。で、何をするかというと、店頭でね、よくお客様からあんなことやこんなことみたいな質問をね、受けてると思いますので、今日は動画を通して日本全国の皆さんに、あ、そんな感じなんだっていうのを知っていただくべく、山口さんの Q&A 方式ですね、ちょっといろんなことを聞いてみたいと思いますので、ではまず、スイングバランスって何ですか？どういうふうにすればどう変わるんですか？スイングバランスというのは、スイング中に感じるクラブの重さというんですかね、で、バランスというのは D0 というのが一番基本になりまして、そこから数字が増えるごとにヘッドを感じる、重くなる数字になりますね。 D0 よりも D4、D5 の方がヘッドが重たいんですよ、で、今彼が言った D0 っていうのは男性ものの標準的なバランスっていう感じですね。ただ、それを外れてるからとっても振りづらいとかそういうことはないですよね。逆に言えば、自分が振りやすい、それがやっぱりベストな、そうですね、その方によって、ベストなバランスというのも違います。そう、どうやったらスイングバランス変わるの？一番手軽な方法としては、ヘッドに鉛貼っていただくと、そのバランスが重くなる。基準としましては、ヘッド重量によるんですけど、およそ 2g から 2.5g 貼ると1ポイントバランスが上がってきます。2から 2.5g で1ポイント、はい、1ポイントっていうのは D0 が D1 になるんですね。 D1 が D2 になるんですね。なので、鉛なので全然気軽に剥がしたりできるように、気軽な感じになので、それではグリップの重さってどのぐらいなの？はい、およそ平均すると、50g というのが一つの基準になってくる。そこから当然軽いグリップ、重いグリップと、製品によって様々に違うんですけども、グリップの重さというのはもちろん総重量にも直結しますし、あとは先ほどボタンに出たヘッドバランス、こちらにも影響してきます。今メーカー純正のグリップって割とこう軽くなってきて、そうですね、そのまんま普通のこういうリグリップっていうか、そのグリップをチューニングしてしまうと、そのヘッドバランスが容易に2ポイントぐらいは平気で変わってしまったりするので、そこも我々みたいな専門店で、グリップ交換の前にお問い合わせにご覧いただければ、クラブバランスに影響ないグリップ交換というのができるかもしれないですね。最近のドライバーのクラブ長、クラブの長さについて、フジクラの SLK っていう短尺ドライバーで出て、うちでも想定外にね、販売数行ったんですけど、やっぱりこうちょっと短い方向に行ってるのかなーなんていうお問い合わせもあったりして、その辺はどうですか？短いクラブのメリットとしましては、まず第一にミート率が上がります。芯で捉える率が上がってきますので、このずとナイスショットにつながります。あとは長さが当然短くなると振り抜きが良くなる、もうこれ、断然違うんですよ、断然違う、あとは方向性も定まりますので、今まで例えばちょっと大きいになりがちな球もフェアウェイに収まる、そういう確率が増えてきますね。自分でね、こう気持ちいい長さで作るのがおすすめですよね。リシャフトってどのくらい時間がかかるの？これなかなか難しいところだね。そうですね、作業としてはおおよそ平均をすると30分ぐらいです。そうですね、シャフトとヘッドをつける際に接着剤を使いますので、それを乾かす時間っていうのがかなり大体平均すると30分から1時間ぐらいですね。あとは工房の
ね、そのご注文の入り次第によって、まあ、お預かりの時ももちろんありますが、うちはあのなるべくですね、なるべくその場で、できる限りですね、あのやるようには、各店、ね、あの全スタッフ準備万端でお待ちしてますので、その辺はちょっと臨機応変って考えていただくといいかと、まあ、1本あたり、まあ、30分からっていう感じですね。はい、これちょっと最近っぽいよ。カチャカチャ機能ってどうしたらどう変わるの？大木さん、先生、はい、お願いします。まあ、可変式のスリーブの利点としてはその、まあ、メーカーにもよるんですけど、うん、ロフトが変えられる、うん、フェースアングルを変えれる、うん、あとは中には来角を変えれる。なんでカチャカチャっていうの？ベンチで飾りするから。ロフトを大きくするとフェースは左を向く、これそうなんだよね。そうですね、うん、これはなんで？まあスリーブというのはま、うん、っすぐに見えてきたら少し弾力をしてるんで、ね、これによって、まあ、そう分かるか分かんないかな、若干ね、こう傾いてるんですよ。これによってロフトとか外角をフェースアングルを変える構造になります。そうですね、はい。では次、プロはグリップ太めにする人が多いけど、その理由は？はい、一番のメリットとしましては、グリップを太くすることによって手首を使いづらくで、まあ、できるという感じになりますので、そのずと左にこう引っ掛けてしまうようなゴールを抑えられます。逆にあの細いグリップにすると、先ほどと逆で手首を積極的ということができますので、あのボールを捕まえることができますので、まあ、スライスに捕まえるとか、はい、距離を伸ばしたいかとか、うん、これは今よりも遅いグリップにすると手首を使いやすくできるかなと思います。なるほどですね、はい。次、来角って何？来角調整のメリットとデメリットがあったら教えてください。来角って何？来角はですね、まあ、例えばアイアンで例をしますと、こちらの角度、うん、で例えばなんですが、これはあのインパクトする時の来角が基準になるんですけど、自分のスイングよりもアップライトなもの、まあ、極端に言うとこういうものです、うん、そうするとおのずとフェースが最初から左を向いてるということは、普通にいいスイングをしたとしてもボールが左に行ってしまうという現象が現れます。逆もそうで、うん、フラットすぎるものを使うとフェースが右を向いているので、ナイスショットした時も出球が右に出てしまう、うん、それを自分のスイングに合わせるのがこの来角角度を調整するっていう。なるほど、はい、ライロフト調整ができるこのヘッドとできないヘッド存在してますから、まあ、その辺もあのお店のスタッフに聞いていただけるといいです。まずはやっぱり来角があったクラブがやっぱナイスショットの基本だよね。すごい質問ですよ、はい、スパイン調整って何？はい、はい、これは聞かれます、聞かれますよね。何ですかスパイン？スパインというのはね、はい、いわゆるスパインって日本語にすると背骨ですよね、はい、そうですという意味なんですけど、はい、まあ、特にカーボンシャフトは、芯の方に対してカーボンのシートをどん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 巻きつけていくので、どうしてもその合わせ目の部分だけ厚くなる、でこうラップしてるからね、こう重なり合う巻き始めと巻き終わりの、うん、その部分だけが厚くなるので、その部分をできれば真下か真上にセットすると、うん、いわゆるトゥーダウンという現象になります。こういうふうにシャフトが、あのプロの写真なんかを見るとシャフトがこうしなっている場面があると思うんですけど、インパクトゾーンのところで、はい、トゥー側がこういうふうに落ちる、それをトゥーダウン現象って言うんですけど、はい、これが最小限抑えられるというまずメリットがあることと、あとはしなり方向が安定しているというのがメリットです。まあとはいえ、アマチュアの我々がどれだけそのスパイン
が水管中に影響を及ぼしてるかっていうと、はい、最大でそのトゥーダウンが 0.6 ミリしか変わらない 0.6 ミリほぼ。あと基本的にはシャフトメーカーさんは必ず最後の工程でこの、シルク、このシルクプリントを入れる際にスパイン出ししたところに入ってますから、それはもうシャフトメーカーさんがやってることですから、まあほぼ気になさらなくて大丈夫だと思います。さあそして最後、ご質問の最後、おお、タイトリストのプロ V1 とプロ V1X の違いは？これ本当によく聞かれる、すごい聞かれるよね、どっちがどこのかね。まあプロ V1 シリーズが2000年にちょうど最初のモデルが発売されて、今回の10代目なんですが、はいはいはい、まあ当初のモデルの特色としては、まあ、最初は X はなかったんですけど、いわゆる通常の V1 が、まあ、スピン系に優れたと、V1X が若干こう飛距離性能に特化したモデルになってました。ただ今回の10代目の一番新しいモデルに関しては、V1X のスピン性能が上がってます。そして通常の V1 の飛距離性能が上がってるので、そうなんですね、実は今回非常に近いモデルになってます。まあ、無理やりというか一番の特色をどう違うのって言われた時には一番打感ですね。通常の V1 はやはりグライドに非常に柔らかいソフトな打球で、 V1X の方がちょっとこう芯がある、打ち応えのある打球、まあ、あとはボールの高さが若干違いまして、通常の V1 は強い中段のライナー性のボールで飛んでいます。V1X の方は少しだけ高さを出せるタイプ。ヘッドスピードの速い人が X だっていう理解をしてる人が ほとんどだと思うんですけど、これ別にヘッドスピードで、ボールを選ぶのはちょっともう今違うよね、変わってきて。逆に言うとアプローチパターンで一番差が出るかもしれないので、でうちはあのワンスリーブってこのボール3つ入りのこの1箱売りであの販売してるっていうのはそういうところで、差を試していただきたいという部分でもあのワンスリーブ売りであの販売してますので、あのぜひお試しいただきたいと思います。ということで今日はちょっとたくさんね、あの駆け足であの質問しちゃいましたけど、今日は朝からありがとうございました。ありがとうございました。